なんかバラバラになっちゃうんですよね。なんですかねあれ。ある程度ちょうどいいテンポってあるんだよね。そうだろうね、きっとね。力入っちゃう。多分ね、動きやすいところは動きやすい、早く行っちゃう。動きにくいところがゆっくり行くんじゃない。一時なんてなんか早く行きそうな気がする。多分指の都合がこう、各指で違うって。スラにしても同じですかね。スラにしても。自然と速くなっちゃうから、トトトトトトトッとみたいなとこ来ちゃう。あ、みんな、ね、注意事項は分かってんだろうな。注意事項注意じゃないところはどこなんだろうみたいな。いかんでも落ち着いていければ、なんとなく注意事項を動かすみたいな。そうです。ゆっくりちゃんと綺麗に弾けて、初めて速く。この何時間でコンビニでやる一学者も結構ね、やってるよね。ということで、もう一回。もう一回取るかね。そうですね、頭からっていいか。繰り返す、本番の時はこれ繰り返すんだよね。芋の時は。この間はね、芋の時はね、躊躇しちゃったな。あ、そうだかなと思って。どっち行くのかな。でも36に入っちゃってると思ったから。とりあえず通して。どうしていこうか。あんまり繰り返すと前半だけが不公平に練習する。まだ行く。いいですよ。2回目も後半もいいんですよね。ちゃんとあるからね。繰り返し器具があるから。ちゃんちゃんって言ったから、踊りにくいよ。なんか終わってるよね。そうですよね。繰り返しあり？繰り返しなし。なしで。